山竹さん、はい、来ましたよ、ついに。おお、来ましたか、この日が。何が来たか分かります？動物園のオープン日とか。どうでもいい、俺そんな。スプラトゥーン3の発売日が決定しました。イエーイ。なんと9月9日、夏って言ってたのにちょっと超えとるかな。いや、ほんまに残暑でさえない。残暑でさえないやろ。急に来たんよ、昨日の夜。急にツイートで、任天堂ダイレクトとかじゃないで、急にツイートでポコッと来たから。あ、ツイートだけ？そう。わお。で、まあその後ね、YouTube にもその縄張りのプレイ映像みたいなのもこう同時にアップされたりとかしてたけど、急に、え？みたいな。俺最初急すぎて偽アカウントかなと思ったもん。いやいや、あんのよ、こういうガセ情報流す人いるからさ。ほんまにつぶやきやな。いや、つぶやきよ、ほんと。出るよって。お、本来の使い方よ。確かに確かに、本来の Twitter の使い方。そうそうそう、間違いない。で、まあ、今回同時に YouTube に縄張りバトルのプレイ映像がっつり3分間、もう PV とかじゃなくてほんまにプレイ映像が、あの YouTube に上がってました。すげえ。で、そこに、新しく判明した情報もいろいろあって、で、何回も、まあ、自分でも見てね。で、視聴者の方にも、なんか気づいたことあったら教えてって言って Twitter とか YouTube とかで聞いて、ちょ、その情報を濃密な3分間お届けしようかなと。さあ、ということでどうしようかな。一回山竹一周見てみる？一緒に。はい、あの、見させていただきたいですね。で、そっから頭から、あの、ほんまにもうめっちゃ今ね、エクセルでとんでもない量まとめましたんで、もうすごい卒論ぐらいのノリで。すげえ、むっちゃ頑張ってるやん。あります、いろいろ、本当に。じゃあ、とりあえずサクッと見ますか。はい、お願いします。はい。さあ、始まりました、縄張りバトル。かっこええな。かっこいいよな。始まりかっこいい。音楽もかっこいい。うん。え？え？そう、これ空中から飛び出すっていうのはね、前から情報であったんよ。リスポーンがこんな感じになってる。すげえかっけえ。うん。さあ、これはスプラシューターかな。打って打って打って。うん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 。さあ、画面変わって。さあ、これ52やな。あ、これ52か。うん。お。さあ、キルした。あえないスキルですね。なんかこう、面もだ、ここどこっていうステージが。あ、そう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 、これもね、新ステージです。かっこいい。そう、これがね、スーパーショットが改造されたって言われるウルトラショットってやつ。ウルトラショット、なんか今のこう保護所、お。もうあれ、コメントが追いつかへんな、ちょっと。え、ちょっと無理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 。ちょっと後でゆっくり、あの、今のファーストちょっと、あの、リアクションだけちょうだい。はい、わかりました。後でゆっくり、まあ、腹筋があるから。わかりました。なんか必然的なのも いたんじゃない。ほら、バケツっぽい。あ、バケツいる、バケツいる、うん、やったね、来たぜ。いいよ。そうやな、バケツ使ってるもんな、よく。バケツ使いですからね。おお、弓。そう、弓よ、弓。うわー、そう、こいつのね、名前も判明しました。え、弓男とか。ダッサ。あちゃあちゃおとか。絶対ヒットせえへん、スプラスリー。え、かっこいい。あちゃあちゃお。なんかアーチャー的な。うん。さあ、もうどんどんコメントはしてる暇ないよ。あ、やばいやばいやばい、うん、もうなんか全部が新しすぎて。うん、そうやな。カニカニタコ。そう、カニカニ、これはね、前から出てたんやけど、カニ、はいはいはい、そうそう、たまになったりね。すげえ。そう、かわいい。カニいいよな、ちょっと使ってみたい。いいな、使ってみたい。さあ、てかもうこの世界観がやっぱいいな。やっぱいいよな、独特でか。やっぱもうスプラトゥーンでしかないというか。いや、ほんまに他で見れへんよね、全然。見れへん。被ってる感じじゃない。かっこいいかっこいい。おお、ミーバンネル。おお、ガンダムみたい、ガンダムみたい。そう、これで、ね、メガホンレーザー 5.1 チャンネルっていうスペシャルやな。長っていうね。これか。うん。おお、バケツ頑張って。そう。あ、バケツがその 5.1 チャンネルのそのスピーカーサイ。いや、持ってるかな。あ、いや違う、バケツは違うわ。いや、うん、おこのバリアみたいな。あ、そう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 、グレートバリアってやつ。あれすげえ。これ敵が弓を撃ってきてるね。あ、弓こんな感じなんや。うん、うわ、
面白そう。すごい。おえってかなんか今ジャンプしてぐるって回った気がする。そう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 、あれイカロールっていう新アクション。イカロール、すげえ。おファミマとかで出てくるかなイカロール。出てきそうやな。ええん、すごいジャンプしてんな。おおおお、すごいハイプレみたいな。うん、すごいな。え、これ4対4やな。なんか出てる人がなんかもうなんか6対6ぐらいいるんちゃうかなっていう。ちょっと増えた。画面忙しいんだ、だいぶ。画面忙しいわ。さあ、リザルトですね、こっから。はいはい。あ、なんか右の子かわいい。なんか、すごいよ。なんか いろんなあった上に。いろんな出てきたね。かっこいい、かっこいい、かっこいい。かっこいい、リザルト。はいっていうね、ここまでのやつでした。すごい。じゃあ頭から私と視聴者でこう考察した濃いやついきますか。いやもうお願いします。よし、いきますよ。はいよ。はい、まずまあこれロード画面はいいでしょう、うん、はい、まずここですよ。そうそう、まずここで、まあここの画面って今までやとプレイヤー名って表示されてなかったよな。うん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 、そうやね。でそもそもそれが増えた、うん、っていうのが一つと、自分の名前の左上に二つ名みたいなやつが表示されるようになった。そうやねん、それ思った。何これと思った。買い物好きの服屋常連。誠のシーサイドファン。左利きのチャンピオン。多分ね、自由に打ち込むんじゃなくて、ある程度このあるやつから選んでいく感じ。何々の何々とか。 なるほど。自分で作るんやと思う、組み合わせて。じゃああれか、なんか口内炎が治らない山竹とかそういうのはできる。あ、できる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 。なあ、うん、そう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 、タンスに小指ぶつけてみたいなのができる。ごめん、ちょっと今言っちゃった。で、この名前のその2つなだけじゃなくて、その名前の後ろも多分ね、カスタマイズできんちゃうかなと思ってんのよな。うん、あ、この デザイン。そう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 、確かいろいろある、うん、この左下のやつとかちょっとかっこいいやん、こういうのとかね、うんうんうん、まあなんか1枚選ぶやつなのかな、まあ、それでもなんかもう一個なんか組み合わせるみたいな感じなんかもしれんけど、うん、確かに、うん、これいいな。アレンジ、カスタマイズ性があるのは面白い。うん、面白いね。ちょっと自分をアピールしていくというか、うん、そう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 、うん、いいね、個性が出るし。あとね、名前の左下にシャープから始まる番号がこれ売ってあるのよ。あ、ほんまや。なんでこれ。左上の人やとなんか2368とか。うんうんうん、まあ多分なんやけど、これ多分すごい細かいねんけど、同じ名前の人がいた時になんかそのそれぞれを区別するみたいな、識別するための番号なんかなっていう。なるほど。そう、これがあるから同じ名前でもその別人ってわかるみたいな。なるほど。あ、偽物をここで。あ、そうそうそう、だからヤンモで潜ってる人を見つけたときに、こうヤンモの偽物かどうかは分かるっていう、そのシャープの後ろの数字を見れば。そういうことやな。さらに細かいというか、はい、みんなはねあんまり馴染みないと思うねんけど、これ、ね、画面の左上見て、うん、カメラのマークあるやん。まあほんまや。これがね、スプラ2にもこれ実はこのマーク出るときがあって、え、それはプライベートマッチで観戦で入ってるときに自動カメラモードっていうのがあるのよ。まあ、ちょっと正式な名前忘れたけど、その勝手にこのね、うん、誰にカメラを合わせるかみたいなのを結構のぐるぐるやってくれるみたいな、いい感じに観戦してくれるっていうのは自動モードがあるんだけど、それの時にこのマークが出てるのよ。ということは、うんうん、これ観戦モードで、撮影されてるのよな。ああ、なるほどね。そうそうそう、っていうので、まあ今回もね、プライベートマッチの観戦があるよっていう。うんうん。で、ね、その公式ホームページがね、昨日公開されたんだけど、そこに、何人で遊べますよみたいなのがあったのな、うん、オンライン対戦だと2から10人ってなってて、けど同時に遊べるのは8人までだよって書いてある。うーん、だから、まあ、10人入れるけど2人観戦で入れるっていう、まあ、スプラ2と同じ、プライベートマッチの仕様なんかなと。うんうん、そういうことやな、うん、まあ、個人的にはなんか、ね、フレンドのガチマを観戦したりとかできるようになると嬉しいなと思う、うん、あ、いいな、その機能。いいよ、いいよね。あ、楽しいよね。いい、いい、いい。あ、楽しい、楽しい。
で、さらにこの画面でもう一個あって、ごめんな、この画面でもこんな濃さよ、みんなついてこれてますか？すごいすげえ、ついてこれてる？もうこれ資料作るの大変だったから。で、右下注目してもらうと、ゴンズイ地区って書いてあるよね。うん、ステージ名がゴンズイ地区っていうところ。今の段階で、まあ、ステージが3種類かな、おそらく公開されてて、ゴンズイ地区、湯の花大渓谷、金目鯛美術館の3つですね、はいはい。で、まあ、ゴンズイ地区からちょっと説明読んでいくと、まあ、これ公式ホームページに書いてあるやつなんやけど、バンカラ街の中心部に位置する古くからの居住区で、若者たちのたまり場、上空を歩道橋が横断する立体的なステージとなっているということらしい。おお、面白そう、面白そう。確かにね、さっき見てもらったように、なんか橋がこう、うん、あの上にあって立体的にこう戦うみたいな、あんまりスプラトゥーンではこういうステージなかったんやけど、うん、ああ、そっかそっか、立体的なのはないか、うん、そうそう。で、2個目が、湯の花大渓谷で、煙突のように、隆起した奇岩っていうのかな、が特徴的なバンカラ地区を代表する観光スポット。雄大な景観は国立公園にも指定されているということらしい。まあ、湯の花だ、まあ、こっちのステージで戦ってるところもやっぱ見たいよな。うん、見てみたい。もうなんか、うん、もうなんか国立公園に何やったっけ、登録されてるんやったっけ。ああ、すごいな、本当に。入場料必要なんかなっていう、ちょっとつぶやきをしとくわ。弱かったけど。いらんな。いらんな。俺も言いながらいらんなと思った。で、3つ目が金目鯛美術館。これね、スプラ1にあったんよ。え？あ、そうなの？そう、金目鯛美術館はスプラ1にあって、まあ、それがね、リメイクされてるって感じかな。あ、いいやん。うん。前作までの舞台、ハイカラ地方にあり、現代美術を中心に、数多くの展示品を集めた大規模な美術館。交通網の発展により、地方を越えてのバトルが可能になったってことで、まあ、前のね、地区に行って遊べるよっていう。新たに作ったんじゃなくて、前の地区に行ってんのよな、交通で。あー、そういうことね。うん、あ、なるほどなるほど。あ、ここにもつながってるよっていう、そういう設定があるみたい。面白いやん、そういう、なんか、昔からやってるファンとしては。そう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 、嬉しいよね。うん、懐かしいってなるわ。さあ、やっとね、この画面終わりました。さあ、いきますよ。おー、すげー、もう結構時間経ってんじゃん。いやいやいや、ほんまに。ここまでで、うん、ギュッとしてるからね。さあ、いくよ。すごいな。さあ次ここですよ、うん、さあ次ここ、かっこええな。まずね、一番目を引くんがやっぱ一番左にある弓のような武器ですよ。うん、で今回ね、この名前が判明しました。おお。でこれがね、ストリンガーっていうらしい。ストリンガー、うん、で、総称がストリンガーで、でおそらくその亜種みたいなメロアルあんねんけど、この武器に関しては、トライストリンガーっていう名前らしい。なんかかっこいい。かっこいいよね。かっこいい。え、あちゃあちゃおじゃないんやね。あちゃあちゃおじゃない。弓王じゃない。え、むちゃくちゃかっこいいやん。そう、かっこいいね。で、まあ、この武器の詳細はちょっと後でまた触れます。はい、はい。で、今回ですね、北斎かな、あ、右から2つ目の北斎が、まあ、この画面では参戦確定っていう感じかな。多分初めて出てきたんちゃうかな、うん。で、あとあの一番右のね、バケットスロッシャーも多分今回初めてかな。やな。うん、なんか色味もね、ちょっとそう、なんか派手すぎないというか、なんかなんやろな、この地区に合わせた色になってるっていう感じだ。うんうん、そうやな、黒で、うん。で、この次ここやな。でこれが、ゴーニーガロン、右から2つ目が多分初めて出てきたのかな。初めてというか参戦確定って感じ。うんうん、でプライムシューター一番右にあるのも参戦確定かな。ごめん、あの、ごめん、前に出てきてた、ごめん。俺が知る限りではなんか初めてっぽいなと思ったから今言ってんねんけど、ごめん、コメント教えて。頼むわ。ちょっとあのアトム法律事務所みたいになったわ。じゃあ次いくよ。うん、さあこれレディー、はいはいはい、レディー5画面ね。で、まあこれ空中から出るから、自分がね、出たいところをこう指定して飛び出ていく感じ。うん、まあ、これはね、以前から判明してたのかな、多分。で、まあ、自分のマーカーだけじゃなくて、この味方もね、あのどこに飛ぶかが、それで黒いやつ、黒いそのイカマークみたいなの出てるんで、これ見ればわかる。いいね、わかりやすいわ。そう、なので味方とね、縄張りやったらこう被らんように出て、こう効率よく塗っていくみたいなのもできるかもね。うんうんうん。で、飛び出た後よ、注目。これ。
体が光ってんねん。おほんまや。そうで、これ数秒間光ってるんやけど、おそらくこの時間無敵なんじゃないかなと、うん、なるほどね。そうで、これによって何が起こるかというと、まあ、自陣までこう入り込んできた敵に、そのビタビタでつけていってそのままキルできるっていう、まあ要はリスキルされたりみたいなのがかなりしにくくなってるんちゃうかなみたいな。あーそっかそっか。うん、だからそこにいるなと思ったらそこにほんまに直接降りて、その無敵時間の間にバババって撃っちゃえば、まあ、こっちは無敵なんで、まあ押し返せるというか、よりまあ押し返しやすくなったんかな、このリスポーンのこの行ける範囲というか飛べる範囲かな、には敵はかなり入りにくくなってるんちゃうかなと思う。確かに2やったらあのなんかこう守られてたもんね、リスポーンの。あそうそうそう、だからあれがない分自分たちがここで数秒間無敵になってるって。あいいね、良心的良心的、面白いね。うん、さあ次いくよ。はーい、さあ打って打って打って、はい、ここでちょっと注目。あもうちょいもうちょい、あごめん、あごめんごめん、あなんか微妙な感じになったけど、あちょっとここで止めますすいません、なんかグダグダになりました、すいませんでした。はい、でまず、左下に注目してほしい。うん、これ十字キーがあるよねアイコンが。はいはい、で上カモン下ナイス、うん、これ一緒なんよな、うん、で左右に別に割り当てがあるわけではなく、まあスプラ2と一緒かな。うん、でちょっと後から出てくんねんけど、まあ、デスした時は上のカモンがやられたに変わる、うん、っていう仕様になってます。はい、右左とか出てもいいけどね。もうそうやな、まあ何かね、右お腹減ったとかそうやな、うん、左財布盗まれたとかな。そう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 、そんなあっていいと思うけどだけどね、あのボタンがね増えるとねややこしくなるんでね、まあ、ボタン何個以下みたいなんて多分あると思うよ、それ以上行き過ぎたらあかんみたいな。ああ、そっか、任天堂のルールみたいなもあるかもしれんな。いや分からんけどな、確かに、まあ、対象年齢もあるしな。そう、いろんな人にね、より広い人に楽しんでもらうためにボタン数は少ないっていう感じかもしれんな。なんかねちょっと分かりづらいかもしれないけど、スプラッシューターの射程がちょっと伸びたんちゃうかって言ってる人もいたな。へえ、もう一回見てみよう軽く。うん、うん、まあちょっと気持ちなんかスプラ1ぐらいになってる気する。あーごめんちょっと先行っちゃったうーん、であとね一つ注目してほしいのが、ここ背中についているインクタンクの形状。うん、これね多分前からちょっと分かってたと思うねんけど、俺ちょっと今回初めて気づいて、あの、スプラ2とかってそのボトルやん完全に、はいはい、円柱型って言ったらいいんかな、うんうん、でこれは袋状になってんのよ。え、なんかそのまあちょっと例え悪いかもしれんけど、あの天敵の袋みたいな、あーはい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 、はい、あんな感じ、ちょ真空パックじゃないけどあんな感じの袋になってんねん。なるほどね、それがちょっとなんか斬新というかストリート感が増すよねやっぱり。うんうんうん、うん、そうやな、ほらほんまやな、そう言われると、うん、で、まあ、あのスプラシューター現段階の、まあ、サブとスペシャルなんやけど、まあ、これね多分後からね変わることって全然あんのよ。なんか前もそんなことあった気する、開発段階のサブとスペシャルが、うん、まあ、製品版と全然違うみたいな。あそうなん、まあ、現段階で言うと、まあ、サブは9番で、スペシャルがこれあの右上のアイコン見るとこれウルトラショットのアイコンみたいです。さあ次いきますよ。はい、さあこれね52ガロンが射撃してる場面です。おで、まあ、現段階の、まあ、サブはスプラッシュシールドで、スペシャルは、メガホンレーザー 5.1 チャンネルかな。うん、でこのちょっと先見ていくとこれ、え気づいた、え分からん分からん、これね上にバツマークが出てるでしょ。あほんまや、これね敵をキルしたとき、これね味方がデスしたときも同じなんやけど、あの×マークでデスが分かりやすくなった。なるほど、でおそらくこの上の矢印が今出てるから画面外にいるときもなんか画面端に、こっちの方向で、まあ、味方がデスした、ないし敵を誰かがキルしてくれたっていうのは出るっぽい、うん、だからあ、まあ、デスとかキルとかを今まで以上にこうあの感じやすくなって、まあ、その辺をこう状況に生かしやすくなるって感じかな。うん、次の戦いに、うんうん、確かに分かりやすいわ、うん、で、もう一個なんやけど、うん、ここぐらいが分かりやすいかな。背中のインクタンクに入ってる赤い線、はいはいはい、これに注目してもらうと、こ
これってサブウェポンを、うん、まあ、使えるインク量なんよ。ああそうなんや。そう、あそこ赤を超えると、まあ、1回使えるみたいな、うん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 、でその、 あの赤の量分減るみたいな感じなんやけど、はいはい、まあ、今回スプラッシュシールドやん、この強人が、うん、まあ、この画面で、うん、まあ、この段階ではそうなんやけど、はい、スプラッシュシールドって、スプラ2はね 60% ぐらいインクを使うっていうサブになってるんだけど、これ見る限りなんか 50% ぐらいに減ってんちゃうかなっていう。確かに6割ではないな感じするよね。ただ、うん、あのギアパワーで、まあ、サブ効率アップとかを積んでる可能性あるから一概には言えへんねんけど、もしかしたらちょっとインク量が、インク必要量が減ってるかも。あ、なるほど、使いやすいな、うん、うん。で、あと一個ちょっと細かいねんけど、あのこの上のイカマークがこうキルになった時のアニメーションがねついて、めっちゃかっこよくなってるから見ていくよ、うん、ほら、おお、ほんまや、かっこよくない、かっこいい、かっこいい、アニメーション入ってバツバツみたいな、うん、まあどうでもええねんけどかっこええなっていう、うん、そやな、大事やん、うん、うん、大事だ、こういう細かいところ、うん、じゃあ次行こうか。はい、で、次ねプライムに切り替わんねんけど、そう、うん、プライムで、プライムがね、まずサブがこれね、マーカーみたいな、これペンのマーカーあるやん、うん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 、みたいなアイコンになってて、うん、まあ、現段階ではね、まあ、スペシャルは、これは何やったかな、カニタンクだ、カニタンク、カニタンクっていう、 そうあれか、カニね、はいはいはい、でこのサブがねこれ使う場面出てくるんだけど、うん、ほら、え、ピュッてこう直線的にスパーンと敵に素早く届くようになってるのよ。え、すげえ、うん、で、まあ、ポイントセンサーと、まあ、多分同じ効果かな。え、すげえ、うん、やねんけど、なんか普通にこうボムみたいにピョーンって投げるんじゃなくて、直線的にズバンとこう素早く敵に届くようになってる。まあ射程がどれぐらいあるのか分からんけど、結構遠くまで届くみたい。これだって届いてるもんね、この距離で。うん、多分この距離余裕で届くと思う。まだあるんちゃうかな、射程。マジで？やっぱりね、他のボムとかと比べて結構ね、ポイントセンサーがサブの武器って、まあ、あんまり活躍できてなかったんで、うん、まあ差別化図って、まあ役割を持てるようにしたって感じなのかな。で、なんかね、これが少量のダメージがもしかしたら入ってるかもって言ってる人もいた。へー、ちょっとね、分かりづらかったんやけど、はい、あるんかなって、なんかベシって音もなんか鳴ってた気するし、ちょっともう一回見てみる。うん、パシってけど、パシって言ってたよ。うん、そう、音鳴ってたよね。うん、鳴った。ダメージも入ってるかもしれん。うん、うん、で、ね、ここじゃ分かれてないな。ああ、もうちょいかな。これ、ああ、ここ、ああ、ここが分かりやすいかな。うん、これね、同じようにインクタンクの赤いライン見てもらうと、4割ぐらいかな。あ、お前は低い。結構下。うん。それぐらいで投げれるやつかもね。あ、まあ、いいね、あの、これもね、ギア積んでる、かもしれんけど。うん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 。で、まあ、ポイントセンサー、あのスプラ2のポイントセンサーはインク消費量が 45% やったよ。それよりも若干軽いかもしれんな。うーん、まあ、この辺はちょっとあの分からんねんけど、うんうん、予想ってだけ。よし、次行くで。いいよ。次ね、これスプラシューターがウルトラショット打ってる場面。あ、かっこいい。うん、これ3発打つっていう、3発打ったら、終わりっていう感じだな。あー、でこれは、まあ、あのウルトラショットっていう名前のやつで、うん、ハイカラシティで使われてたスペシャルウェポンの改造品だと。螺旋を描く3つの弾を同時射出する強力なショットがカートリッジ3回分セットされているっていうことらしい。うん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 、なんかあの歩行書みたい、2でいう。あ、そうやな、爆発すぐする歩行書みたいな。そうそうそう。で、まあ、これ当たるとね、一撃で倒せるてるんよね、こうやって。うん、強っ、強なので、まあ、直を取るで一撃で倒せるっていう感じ、うん、しかも結構範囲広ないね、塗り範囲は広いね。まあ塗り範囲と攻撃範囲は、まあ、ちょっと差があるけど多分。うんうんうん。でこれね、あのスペシャルゲージをねちょっと注目してもらうと、なんか徐々に減ってるんよ、撃つまで。え、ほら、あ、ほんまや、ほんまや。で、まあ、時間経過、この時間内に3発撃ってねっていうスペシャルなんかな多分やけど。あー、そうやな。うん、確かに。
なんかなのでほっといてもね、あのスペシャル終わっちゃうっていう、うん、結構しかもね早かったよね、ゲージの減りが、うん、意外と早い、意外と早い、うん、割と素早く3発打たなあかんやつかも、じっくり待てへんやつかもしれんな。うん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 、難しそうやな使うの。そうやな、でなんか足元も濡れなそうやから、なんか結構敵に近づかれたら難しかったりするかもしれない。うん、そうやな、ちょっと難しいかもな。で、続きがですね、はい、これ敵がグレートバリアを使うんよ、スペシャルの。かっこいい名前やな、グレートバリア。でこれも一応あのスプラ1のバリアを改造したって、まあ、いう体のやつね。でまあそれをバリア大きくしましたよっていう。むっちゃでかいな。でまあ設置型で、まあ、あのバリアで攻撃をする。まあこれ売ってるけど、あのバリアで守られてるよねっていう。うん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 。でこんなん、これがね、これよく見てもらうと徐々にちっちゃくなってんのよ。もっかい見る、徐々にちっちゃくなってるから見て、ほら、あーほんまや、初めと、うん、ちっちゃくなってる、ほらほら、あ、まあこれもちっちゃくなって、今ギュンってちっちゃくなったのは、あのバリアの上部分のなんか機械部分を攻撃するとなんか早く、壊せるっぽい。へえーうん、けどバリアを攻撃する分にはおそらくちっちゃくならんかな。なるほど、ね、もしかしたらバリアを攻撃した時も徐々にちっちゃくなるんかもしれん、まあ、その辺は若干分からんけど。うん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 、確かにその弱点的なところやな、あの上がね。そう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 。でもう一個ね、私これゆっくり見てて気づいたんですけど、うん、これ気づきます？グレートバリアの真ん中にとあるものが置いてあるんですよ。あ、ビーコンや。そう、ビーコンが置いてあるのよ。これマジで自分で気づいたんやけど、誰かに言われたとかじゃなくて、うん、ちょっとね、おおと思った。でですよ、でこれはあのグレートバリアをただ置いて、その真ん中にこのローラーがそのビーコンを置いたんかなと思った。けどただ、はいはい、後から出てくるんですけど、ローラーのサブカーリングボムなんですよ。おお、ってことはグレードバリアを置くと自動的に真ん中にビーコンが置かれて、味方が安全に飛べるようになってるっていう。やば、だから味方を飛ばせるスペシャルでもあるんですよ、このグレードバリアというのは。うわすげえ、それがねちょっと強一かもしれない。いやこれはすごいわ。うん、そうなんです。じゃあ次、これ倒されるやん、この倒された画面、うん、これか。でここ見てもらうと、左にねスペシャル性能アップのギアがね、確認できます。はいはいはい。あとあの何スペシャル減少量ダウンのギアとインク回復力アップのギアも確認できる。うん、まあギアとかも、まあ、あの従来通りのシステムそのままなんかなっていう感じやな。で、まあ、あの冒頭になった名前のねカスタマイズもここでも見れますよと。うん、であとね、あのさっきも言ったんやけど、左下見てもらうと、上のねカモンがやられたに変わってると。あ、ほんまやほんまや。そう、変わってるんです、まあ、なのでスプラ2とまんまかな、この十字キーのシステムは。うん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 。であと1個ね気づいたのがあって、この右下の、うん、今復活まで04秒って書いてあるところにちょっと注目してもらっていいですか。これ一瞬なんで、うん、マジで。はい、いくよ。わかった。え、いくよ、もう一回。あ、色がグーって。そう、復活までの時間がこのゲージで分かるようになってる。うんうんうん、まあ、だから復活時間短縮とかもしあって、それを積んだらめっちゃ速くなるんか短くなるんか分からんけど。あー、なるほどね。そう、復活までの時間がこの視覚的に目で分かるようになったっていう、うん、はい、じゃあ次行きましょう。はいよ。で次ね、このスプラチャージャーが売ってる場面ですね、はい、スプラチャージャーね、まあ、現段階ではサブはスプラッシュボムで、スペシャルがですね、これなんか掃除機みたいなやつ。ん？なんかね、インクを吸い取る掃除機みたいなやつなんよ。これ名前まだ分からんねんけど、そんなやつを持っとるこいつは。ん？で、そのこのその動作見ていくと、うん、早く使え、もう早く使って、おいおいギューンって言って敵のインクをね、こう吸い込んでるんですよね。で、その後にボーンって攻撃するみたいな。おお、かっこいい。そう、まあ、カウンタータイプね。吸う時は何あれ、あ、ま、相手のインクを吸ってんの。そう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 。もう一回出る。これね、
バケツのインクとかをちょっと吸ってんのよな、まあ、ちょっと分かりづらいねんけど吸ってるっぽい。あ、じゃあもうで最後攻撃してバコーンと爆発するみたいな。あ、それはかっこいいわ。でこれよく見てもらうと、これ最後の攻撃の威力が、うん、吸い取ったインクに依存してるのかなと思ってて、でこれねよく見てもらうと、このね吸い取ってる時の背中にタンクがあって、そこにね、うん、インクが溜まってるね。うーん、よう見ててや。はいはい、ほらほら溜まってる溜まってる。あ、ほんまやほんまやほんまや、光ってる。溜まってる溜まってる。で多分この容量によって最後の攻撃の威力とか攻撃のタイプかな、分からんけど何かが変わってくるかもしれん。なるほど、うん、そうなんです。吸い込んだ分ってやつやな。そうで、これねやっぱ真っ先に思ったのが、ガチエリアとかで相手がこう打開しようとスペシャルを使ってきた時にこれで全部吸い込んだらめっちゃ強いんちゃうかなと、うん、それは強いわ。そうだからエリアとかですごい使いやすいんちゃうかな。だからあの敵のスペシャルに対して合わせたらめっちゃ強いタイプのスペシャル。あ、すごい、こうカウンタータイプね、本当に。そうそう、になるっていう予想だから、エリアとかで入れそうな雰囲気はあるよね。確かに確かに、うん、あと普通に櫓とか乗っててもさ、あ、そうやな、これで吸い取ったらいいの、まあ、例えばスプラ2でいうところのナイス玉みたいなのが飛んできたとしても、そうそうそう、全部これで吸い取っちゃえばいいのね。やば、強っ、うん、でもできるかもしれない。確かに、オーケー。で名前はまだないと。名前はからもうつけていいですよ、山田さん。うん、ダイソペとかちょっとダイソン感あるやん、そんなことせえへんやん、ニンテンドー。吸引力すごいからさ、ダイソペさあ次、これね、弓、ストリンガーですね、あー、来ました来ました。トライストリンガーが射撃してる場面です、うん、で、これちょっと事前情報というか、まあ、ツイッターの情報なんですけど、まあ、地上では横打ち、空中では縦打ちと打ち分けられるらしい。すごい。で、まあ、ZR ボタンで、まあ、その引き絞って打つねんけど、おそらく3段階ある、うん、まあ、ちょっと後から出てくんねんけど、なんか、うん、そのなんかね、着弾する タンクって言ったらいいかな、まあ、攻撃するやーって言ったらいいかな、それが1本2本3本に変化するみたいな、まあ、ちょっとこれ後で出てくるから、まあ、それはその時に見てもらうとして、うん、で、まあ、現段階のサブは、ポイズンミストかな。でスペシャルは、うん、まあ、メガホンレーザー 5.1 チャンネルかもしれない、うんうん、これ読み方合ってんのかな、間違ってたらめっちゃ恥ずかしいやん実は違いましたみたいな。そうそうそうでこの弓なんやけど、なんか攻撃力がね、なんかあんま高くない感じやなよな、ちょっと見てもらうと、うーん、そう、まあ、これは倒してんねんけど、まあ、あの直接当てて、今日ただその前に自分一回当てて攻撃、してるんで、うんうんうん、一角なんかどうかはちょっと微妙、なんかもう三角ぐらいな感じよね、今見てる感じでは。そう、微妙な感じ、まあ、けど直接当てたらさすがに近くなんちゃうかなと思うんだけど、この攻撃スピードで、まあ、チャージするしね。そうやな、さすがにこのゲームであんだけチャージして直接当てても一撃で倒せへんって言ったらもう無理やから、そういうのちゃんと倒すんだ。さすがに直接は100超えると思うんだけど、まあ、爆発する分はおまけのダメージみたいな感じなんかな。あー、うん、はいはいはい、この打ってこの着弾した後ちょっと爆発するんだけど、うんうん、それはおまけのダメージって感じなのかもしれない。うんうんうん、そうでこれで、チャーに抜かれると。で次北斎、うん、おでこれ使うのが、食ワンダーっていうスペシャルかな。わあ、かっこいい。そうこれ、おはい、で、これですね、使った場所に戻ってくるスペシャルなんですよ。あ、だからねこれ使った瞬間にほら左にマークが出るでしょ、あのジェットパックみたいな、うんうんうん、でこの場所に戻ってくると。でこれがこれ使った後見てもらうと分かるねんけど、これで攻撃したりもねできると。で戻ったと、あ、ここ、はい、ここにね黒いマークに変わってると。これジェットパックみたいにあのゲージがねこう多分グーッとこう移動して、これが全部黒になった時にこの人が戻ってくるよっていう、だから敵が見てたらいつ戻ってくるか分かりやすいよっていう、あー、なるほどの、うん、っていう感じなのかなと、うん、確かにそうやんな、戻ってきてすぐこう敵からするとこう敵あのキルできるようにね。そう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 、で、このスペシャルね、時間経過とインク消費によって戻ってくるみたいな、まあ、ちょっとややこしいんだけど、これ右上のスペシャルゲージちょっと注目して見てもらうと、はい、使うやん、これ、うん、自分がインク消費するとゲージがちょっと変のよ。あー、ほんまや、そう、ほんまやほんまや、
で、まあ、あの時間でも減っていくしインク消費でも、減るっていう、まあ、結構なんか思ったより短いよね、うん、もうちょい長い間暴れられるんかなと思ったら割とすぐ帰ってくるね。もうこれやったらもうスペシャル性のどうやったっけ、うんうんうん、あれとかもめちゃくちゃ積んだらこれ長くなるんちゃう、あかもしれない、確かにね、うん、ちょっとスプラっぽいコメントを言ってみたわ。いいやらしくないそうやろ、お俺も思いながら言いながらちょっとぽいこと言ってるわと思ってらしくないな。よしじゃあ次、はい、さあ次ね、これプライムなんやけど、これカニタンクですね、もそうこのスペシャル、わあいいね。でまああのなんかカニ型の、多脚戦車に乗り込みっていうのが書いてあるんだけど、ちょツイッターでこれ合ってるのかね、読み方うん、連射力抜群のショットと攻撃範囲の広いカノン砲を駆使して戦えと、まあ、だからバババババって撃つやつと、うん、なんかそのカノン砲っていうドーンって撃つやつ2種類があると。あーなるほどね。で、まあ、そのままカニ歩きでも移動できるが球体に変形すればよりスムーズな移動が可能になるっていう感じですね。でこれ右上のねスペシャルゲージこれ注目してもらうと、うん、これね、いくらインク打ってもあの減ってないんですよ。まあ単純に時間経過でどんどん減ってるっていう感じ。ああなるほど。だから食ワンダーとかと違ってバン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 打っても全然大丈夫っていう。いいな、かっこいいな。うん、もうなんか今までだってこういう機械系ってなかったよね。まああんまり機械に乗り込むっていうのはなかったね、確かに。うん、かわいいな。これちょっとレギュラーで動くんかちょっと廃屋で動くんかちょっとそれだけ気になるけど。いや軽油かもよ。軽油意外と安くつく。でこれね見てもらうとダメージ受けてるんですよ。うんそうやんな。ほらだから別に無敵というわけじゃない。あ、うん、おそらくあの普通に倒されると思う、これダメージ自分が100超えちゃうと。ああーなるほど、この機械が潰れてからじゃなくて多分自分が死ぬんかな。いやそれは分からん、もしかしたら機械が先に潰れるんかもしれん。けどこれ普通に食らってる感じしてるよね。そう、周りのエフェクトを見る感じ本体がダメージ食らってる感じするよね。な、そうやんな、うん、そうそうそう、まあ、かっこいいな。そうかっこいいよね、ちょっと使ってみたいなこれ。あー使ってみたいこれは。次はねメガホンレーザー 5.1 チャンネル。読み方合ってんのかこれさあこの後やな。なんかこれさあ来た、かっこいい、うこれいいね、いいよ、かっこいい。でこれねまあハイカラシーで使われてたスペシャルウェポンの改造品、まあ、あのスプラワンにメガホンレーザーってのがあって、まあ、一応それ の、うん、あの改造品っていう手で出てます。で、まあ、説明こうツイッターの説明とか見ると、まあ、浮遊する6機の小型メガホンがそれぞれ自立し相手を追尾するレーザーで攻撃すると、自動追尾するみたいな、すげえ感じみたい。あ、もうまっすぐピュンじゃないんや、うん、でこれねよく見てもらうと3段階に分かれてます。まあ、だから要は1回使うと、222、うん、を、自分で打ち分けられるっぽい。でちょっと見ていくと、いまずこれやろ、で、うん、はい1個置きました、でついてきてるよね4つ今で、うんうん、もう1個置きました、はい2つ置きましたよね、で最後1個だ、3段階に分かれてるっぽい。すげえやば、うわこれはちょっとテンション上がるな。テンション上がるよな、これはすごいわ。うん、でこれもっと深い考察すると、うん、これねこのメガホンを置くタイミングは時間経過なのか自分で決めれるのかどっちなんかなと思ったの。なるほどね。でその思った時に右上のスペシャルゲージを見てると、うん、徐々に減っていってるよね。3発打ち終わった後もゲージがまだ半分ぐらい残ってんのよな。あ、ほんまや。ってことはおそらく自動で置くんじゃなくて自分が任意のタイミングで、ここここここって感じで置けるようになってる。確かに、うん、っていう感じやと思う。うん、確かに。で時間経過したら打てませんよってやつやな、3回やってる。あ、そうそうそうやな、そうやな。まあ、けど今回結構なんか割と長そうな感じが、うん、ゆっくり打てそうな感じがあるな。そうやな。じゃあ次いくよ。はい、でこれバケツね、バケツがこのトルネードみたいなのを3発撃つんよ。おお、これもねまだ、スペシャルやね、名前わからんねんけど、うん、
まあ、現段階ではバケットスロッシャーの、まあ、サブはスプラッシュボムでスペシャルがこのトルネード3発ってやつ。うん、でこれね見ていくとね、まず最初に、空に打つのよ。で、着弾地点をその後に投げるボールで、3つあんねんけど、そのボールで決めるっていう感じ。はい、打ちますよ打ちますよ、はい打った、はい、はい、1個2個3個はいドンドンドンですね。なるほどね、はい、っていうスペシャルみたいな。なるほどね、もうちょっとだって遠くまで投げれてるよねこれ。そうやな、まあ、けどあのボールの届く範囲やな。スプラ1のトルネードってステージ上どこでも打てたけど、あそうなんや。そう、これはボールの届く範囲でしかおそらくその着弾地点は選べない。でこれ注目してほしいんが、3個目を投げた瞬間、はい、まあ、それぐらいの時間の時にもうゲージが空になってるのよ、スペシャルゲージ右上の、うん、でその後にトルネードがやってくるから、その時の塗りで若干スペシャルゲージが回収できてんの。あちょっとよく見といて、右上注目してて、はい、1、2、うん、はい3個投げた瞬間に、はい、スペシャルゲージ今空になりました。でまだトルネードが1発目も来てないんかな多分、うん、1発目は来たか、うん、ほらドンドン、はいドーンってなって、ほら敵、まあ敵倒したしぶきもあるけど、ちょっとね、うん、スペシャルゲージが増えてるでしょ。お前増えてる増えてる。でこれねスプラ2ってそのスペシャルで、塗ったやつはスペシャルゲージに還元されないっていう仕様やったんやけど、多分、うん、うんうん、なんやけどこれできるんだって言うのよね。スプラ1はできたんや、スペシャルゲージが空になった後にそのどんな理由であろうと塗れたらスペシャルゲージが戻ってる、まあ、回収できる。だから9番ボムピッチャーとかバーバー、あ、まあ、9番ボムラッシュか当時で言うと、はいはいはい、バーって打って、はい投げ終わりましたってなった時にまだ盤面にさ9番ボム何個か置いてあるよ、うん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 、それがバンバンバンで爆発した時に、濡れたやつはスペシャルゲージで回収できてたっていうのをちょっと今回もできるようになってるかもしれない。なるほど。であといい、ね、このバケツのちょっと塗り、まあ、射撃に注目してもらうとちょっと細くなってるんちゃうかなって言ってる人もいたな。ああほんまや、なんか細ない。確かに確かに、うんって言ってる人もいたね。あーそうかもそうかも、もうちょっと、うん、もうちょっと多分広がってた気がする、うん、なんか先端がもっと広かったような気がするんだよな。そう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 、うん、そうよく見てる。であとねもっと俺よく見てるなと思ったのはこの画面の左下の看板見て、うん、何これかな。あのねあの左のマークかける右のマークって書いてあるやん。うん、なんか複数のブランドがコラボしたギアが出るんちゃうかって言ってる人がいた。よく見てるなーと思って。よく見てんな、すごいな。そうよすごいよ、めちゃめちゃ見てるやん、すごいな。で、これ続き見ていくと、そうストリンガーね、そうこれ今打って、縮めてたよね、上の部分を打って、だからあそこを打つと、まあ、一応小さくして壊せるんちゃうかなっていう、うんうんうん、なるほどね。でこれがストリンガー対面ですね、敵の攻撃、はい、ほら見て今ストリンガーの矢1本でしょ、うん1本で、これ次ねちょっと貯めて2本やね。あほんまや、うん、で多分最後ね3本のやつ打ってくる。ほらもう教科書通り、台本通りで動きしてくれるよね。ほんまや。やっぱり紹介映像なんで、なんかため段階が一応3段階やって1本2本3本になってるんちゃうかなっていう感じです。で次が52になんねんけど、場面がでこれイカロールをね使うんですよ、ピュッて。おーかっこいいわ。そうでこのイカロールなんやけど、うん、これね公式ホームページの説明読むと、うん、地面や壁から回転しながら飛び出すアクション、へ相手からの攻撃も少しだけ防ぐって書いてあるの。ほうほうほう。でこれこの映像よく見てもらうとキンって言ってんのよ、うん、弾いてんのか。そうほらほんまや、ちょっとねキンって若干もできないよ、何フレームかは、うんうんうん、これで敵の攻撃をかわしながら攻撃するっていう、そうなんです。ちょっとかっこいいよね、使いこなしてかっこいい。うん、ちょっと使ってみたいわあれ。そうこれね、ショックワンダー2回目と。ああ、ええな。どこ行くねんと。お前に本命。手前に敵おったやろと。で、まあ、敵がね、あのメガホンレーザー 5.1 チャンネル撃ってきたところをイカロールで回避。わあ、かっこいい。かっこいい。で、次ですね、左からね、ローラーが泳いでくるんですけど、これ見てもらうと、うん、これあるなんですよ。来るよ。ほら、来た。
これね、うん、ローラーがカーリングボム使ってるっていう、まあ、だからサブはカーリングボムなんですよ、はいはいはい、まあ、今の段階ではね、うん、で、まあ、倒されるんですけど、これねもう一回見てもらうとイカの泳ぐしぶきがなんかね2よりも立体的になってるように見えた。まあ微妙な差なんやろけど、ちょっとね、あの盛り上がってる、泳いでるのが見やすくなったっていう感じかな。ほら、まあ、確かに確かに、うん、ちょっと盛り上がってる感じました、ね、細かいけどね。まあけどなんか普通にパッと見て、ああなんかいるなとはすぐ分かるね。うんうんうん。でこの後注目なのが、うん、これ気づいた人いるかな。えっとねこの本人じゃなくて味方がですね、さっき紹介したあの3発トルネード打つやつを最後にも打ってんのよ。うん、なんやけど、はい、これ一発目今左に奥に、はいはいはい、奥にもありますよね一発で、この右手前にも一発投げててんけど、うん、ほら出ない、出へん、うん、でまあギリギリ試合終了するときに、まあ、試合終了ギリギリに、まあ、あの球をポンポンポンと投げるのもいいねんけど、多分ある時間を過ぎると投げてもトルネードが発動しないっていう、うん、ほら、あーなるほどね。そうで1で結構ギリギリにトルネード打ってそこを最後強引に塗るみたいな、うん、方法があったんやけど、うん、それがね多分ねやりにくいんちゃうかなと、うん、もうこの時間まで本当にそう消えてるっていう。ちょっともう一回もう一回見て、ちゃんと消えてるから、ほらほら、たまけ、ほら、そうやな、そうやな、消えてる消えてる、うん、そうなんだっていう細かい考察です。でまあ試合終了はねこう出てくるんですけど、うん、これ右の小ジャッジ君なんかイメチェンした、うん、なんか違うよね、なんか違うよな、なんか毛羽立ってない、多分寝起きちゃう寝起きできたんかこいつ、ね、ギリギリ間に合ったのかな、あ、もうな、油ボトル始まってるんすかみたいな待ってください、3分3分しかないって言って、あ、ブラッシングする時間ないわこのまま行ったれって言って、そうそう、うん、でまあ2日風呂入ってないけど色できました、そうそう、ちょっとくすんでるそうなんですお前違うな、ちょっと違う、そうなんよ、はい、でちょっと上のステッカーね、ちょっとかっこいいっていう、うん、かっこいいわ。でここよ、ここ、うん、右下見てもらうと表彰ゲットっていうのが出てきてるね。あ、ほんまや。でこれはおそらく、まあ、普通今までのリザルト以外にも、まあ、こんなことであなたは活躍しましたよみたいな、がその表彰してくれるようになったんやな多分。でバトルナンバーワンってのはよくわからんねんけど、うん、よくわからんな、まあ、キルですかな、あんまりデスセントちゃんとキル取ったっていう感じなのかもしれんな。で注目された時間は、はい、なんか敵のあれかな、注意を集めた時間なのかもしれない。ヘイト的な、そう、ヘイトをたくさん買ったみたいなのもちゃんとこの裏で計算されてこういうの出るんかもしれない。すげえ、そこまでやってくれたら嬉しいよね。でなんかガチマとかやったらさ、矛をたくさん進めたとかさ、ヤグラにたくさん乗ったとか、アサリたくさん入れたとかさ、エリアをたくさん塗ったとか、そういうのがあるといいよね。あ、分かりやすい。昔から思ってて、だってスプラトゥーンってさ、キルデスだけじゃないやん。違う違う、そういうオブジェクト管理でも褒めたたいてほしかったね。うん、確かに確かに。なんならちょっと表彰がある分腕前ちょっと上がるみたいなのもあってもいいと思う。ああ、なるほどね。ちょっと追加でちょこっとだけプラスされるみたいな。はいはい、いいね、あとちょこっとお金もらえるとかね。ああ、そうやな、うん。で、まあ、リザルトでね、設定してた名前のカスタマイズも、まあ、また出てくる。あとリザルトがかっこいいんよ、これ。かっこいい。うん。いや、進化してるね。かっこよすぎでしょ。はい。というところで、終わります。急に。急に終わった。いや、めっちゃ見たよ、ほんまにいろいろ。いやー、すごいわ。この、だってもう3分がもう濃すぎて。濃すぎて、もうだって今収録が1時間以上かかってるからね今、うん、これ3分を資料をまとめんのに俺1時間半ぐらいかかったから、すごいわ。いやー、楽しみやな、9月9日。思ったよりもちょっと向こうやったけど、まあ楽しみな時間が増えるということは幸せなことよ。すごいなー。いや、楽しみすぎるわ。いや、楽しみやな。もうなんか予約、なんかもうあれ予約やったっけ、もうできるみたいな。うん、予約できると思う。もう
あ、じゃあこれ9日の0時からできるってこと？そうやろ。おお、やば。うん、やば。まあ、だから待機してて、まあなんかあらかじめダウンロードみたいなのももしかしたらあるかもしれないな、こまんように。はいはいはい、しといて0時から遊べる。うわ、やりた。0時から。あ、でそのあれ値段も出てたね。これ前から出てたのかな、分からんけど、パッケージ版がね6578円税込み、うんうんうん、ダウンロード版がちょっと安くて6500円税込みです。ああ、はい、ということで、しっかりね、こんな、ちょっと待って、俺こうやってこういうね動画上げるの初めてなの、実は。こうやんな、考察動画あんまりやったことない。そうやんな、なんかそのイメージはあんまなかったわ、うん、そう、もう何でもやでやっていこうかなと思いまして、これから何でもやりますじゃあなんかヤンモさんにこれやってくださいって言ったらやってくれるかもしれない。あのね、俺天の弱なんで、やってください言われたらちょっとやりません難しい人この人は